本日のゲストはバッコンのお二方です。えこんにちは。いらっしゃい。どうも。はじめまして。今日はね、2人、はい、来ていただいたんですけども、じゃあ来てないメンバー、まず自己紹介がてら、こう来てないメンバーの紹介もこうしていただけると、はい、バッコンの MC のティータです。よろしくお願いします。バッコンのギターボーカルのケンジスイです。よろしくお願いします。で、ベースのゴリ君と、ギターのシュウ君とドラムのいっちゃんは今ちょっと仙台にライブで行ってまして、はい、今日お休み、今日お休みということで、はい、今日はもう2人来てもらったということでね、はい、なんとメンバー全員が下町足立区出身という、はい、これね、はい、なんかティアンデーです、ね、学校のとか、そうですね、近所の地元がみんな同じで、うん、そうですね、高校でケンジと出会って、うん、でこうみんながそれぞれやってるバンドでライブハウスがあって、うん、小さいライブハウスがあって、そこでライブをそれぞれやるようになって、そこでみんな知り合ってって感じです。全員バラバラのバンドだったの。そうですね基本すごい足立区っていうとね、すごいこうやんちゃそうなイメージで、ね、そうですね、うん、不良の年齢層高そうだもんね。そうですね、育成所みたいな感じになってるもんね。車でも足立ナンバーには気をつけろって。ちょっとかっこいいからな、ちょっとダウンタウンだもんね、ほんとね。かっこよく言うかっこいい。じゃあそこでこう結成されて、こうどんなバンドを目指してるっていうか、こういうふうになりたいなみたいな。やっぱり音楽をやってる人がすごくいいって、うん、あ、こじたらおしゃれだなとか、うん、すげえ、あ、それやられたとか、うん、あと聴いてる人がやっぱ思い出のバンドになってほしいというか、思い出に残る曲っていうか、あの頃思い出すよねとか、このバックのこの曲聴くとあの頃思い出すよねみたいな、絶対あるよね、そういうバンドになりたいなと思って。いや、でこう音楽にこう目覚めたのってそれぞれいつ頃？いつ頃だね、小学校だよね、6年生とか5年生ぐらいの時かな。僕らの世代はギターブームみたいなのがあって、結構クラスメートとかギターやるのが流行ってて、結構それの波に乗っかって、まあ、大体小学校6年生か中1ぐらいから始めましたね。じゃあそれぞれこう影響を受けた、一番こう影響を受けたなっていうアーティストとか。小学校6年とかの時にまだそんなにヒップホップが流行ってなくて、でその時にこう姉ちゃんが、僕の姉ちゃんがこうヒップホップ、これラップって言うんだよねって持ってきたのがシャカゾンビとかで、それを聞いて、でそっから、あ、なんだこれと思って、なんだこの音楽と思って、でそれでもひたすらなんかそれの真似をしてコピーしたりとかして、でやっぱそっからやっぱラップがすごい好きになってって、でトゥーパックとかスヌープとかアイスキューブとか、このウェスサイケル聞いてたりとかして、そうですね、だから今もずっと好きでラップやれてんのかなっていう感じですね。では僕はエアーの車谷さんです。あ、はいはい、どうぞ。僕がギターボーカルをやるきっかけになった人でもあって、やっぱり前の人みたいな、カリスマ性のある人はいないっていうぐらい、めちゃめちゃかっこいいアーティストだなとすごい思いました。ティーダさんは絵描くのが趣味だということ で、はい、今日はね、その腕前を、はい、こうね、真夜中に披露してもらおうと。そうですね。その間に、そうですね、ケンジさん、はい、03、はい、このケンジ03って、はい、その03はどういう、これはよく言われるんですけど、もともとバンド組む時に名前どうしようかってなった時に、ケンジだとちょっといろんな人いるし、なんかあんまりパンチ効かないから、なんかつけたれと思って、その時に思いついたのが、一応東京に住んでるんで、やっぱなんかその市外局番で03ってかけて、でまあね、やっぱり世界的にも有名な都市でもあるし、そこは東京をプレゼンしつつ、自分もプレゼンしつつみたいな感じで、03なんですけど本当は3って思うんですよね。03、はい、そう、あれだよね、まあ、3人いたとかじゃないもんね、バンドの中にケンジってのね。で01、02、03みたいな、たまに3号機みたいな、おっさんって言われるんですよね。それちょっと悲しいよね。0が5で、はい、3が、まあ、そう読めるけどね。そうなんですよ、ね、うん、これちょっと地方だったらもっと4桁ぐらいになってたから、ね、はい、地方だともうとんでもなくなってますね。吉祥寺とかだと0423とかになってるかもしれない。ケンジ0423とか。それこそなんか奥様みたいな読まれ方するかもしれないね。でケンジさん、子供の頃台湾に住んでたって、はい、そうなんですよ。何歳から何歳まで？
3歳から6歳の間ですね、うん、はい、なんか思い出とか3歳から6歳思い出ですか、うん、もう遥か昔のことなんであんまり覚えてないんですけど、うん、まあとにかく、まあ、僕飯ばっか食ってブクブク太ってた、うん、子供時代でしたね、うん、それまあ台湾じゃなくてもね子供時代、うん、いや飯がめちゃくちゃうまいんですよやっぱり。あ、台湾ラーメンとかあります、あります、なんか辛いでしょ。辛いんですよ、すごい辛い、はい、安いんですよそれがまたね。向こうの屋台とかすごい安いもんね。行かれます？行ったことない、はい、パスポートもないからね。本当ですか、うん、じゃあぜひ今度は。あ、行きたいね。台湾で、台湾行ったらちょっとラーメン食いたい。ラーメン食いたい。これどう？お、はい、早いね。こんな感じで、はい、それでは、はい、発表で、じゃじゃん、じゃじゃん。おー、これすごいね。音流って書いてあるね、上ね。そうですね、タギングで音流と。で、こうこれはバックホーンのキャラクターの、うん、あの、まあ、モックンって言うんですけど、うん、煙の、まあ、キャラクター。フルネームは元木源蔵って言うんですけど、さすがにそれだとちょっとまずいぞっていうことで、うん、モックンっていう感じになってますね。で、音流とそのモックン、バックホーンのこうコラボっていう感じで書きました。素晴らしいね、これね。はい、じゃあそれいただいておきます。はい、はい、じゃあいただきます。よし。なんかアメリカのテキサスでコンサートやってきて、はい、大成功だったという。そうです、おかげさまで。あとこうカナダとか台湾とかも。そうです、ね、それこそ台湾も行ったみたいな。台湾、はい、どうでした？やっぱ初めての海外で、僕は初めての海外だったんですよ、アメリカに。で、すげえのかなと思って、もう降りたらこんな花がいっぱいいるのかなっていう、ガツン高いのがいっぱいいるのかな。もっと高いだろう。そうっすよ、まあ、もっと高かったけども。で、行ってやっぱお客さんがすごい集まって、もう5000人とか来てくれて、うん、で、もともとはアニメの、うん、向こう暑いからね、今ね。暑いですね、うん、コスプレとかもあって、うんうんうん、やばいんですよね。あっちの人のコスプレっていうのは、うん、もう本当にこれプレイかなって、うん、これはもうある意味のプレイだなっていうぐらい、そうだね、うん、もう恒例じゃないですか、うんうん、それでもあんなもうアニメのキャラクターみたいな格好なんかされた日なんかもう、もうプレイだみたいな。そう、すごいよね。そうなんですね。だけど、で、ライブはやっぱすっげえ盛り上がって、うん、で、それもなんかなんていうんだろうな、なんか日本とちょっと違うんですよ、ノリが。はい、やっぱりあっちの人は、例えば日本だと一番後ろまで、うん、もう一番前と同じテンションの人ってあんまり日本ではいないじゃないですか、うんうん、ね。もう前から一番後ろまで全員同じテンションです。ああ、そう。でもう貪欲っていうか、その周りとか関係ないっしょ、うん、みたいな、まあ、楽しみたいって、やっぱり楽しもうって気持ちがやっぱあるんだね、うん、で、すげえもうオラーってなって、うん、で、ステージから降りて、うん、客席にこうやってバーって行こうとしたら、もうガンガン引きずり込まれて、俺殺されるんじゃないかなって思って恐ろしいね、そう考えると。そんぐらい隣見たらいないと思ったら、見たらもうこわーやられてあみたいな、ちょっとした暴動みたいな。そうですね。これじゃあどこのところがやっぱり一番すごかった、どこの町っていうか都市が印象的だったのが。印象的だったのはやっぱ最初に行ったテキサスが、うん、かもしれないですね、うん、やっぱ初めてだったんで、うん、で、やっぱ自分たちの音楽どういう風に見られてるのかなとか、うん、やっぱいろんなことも考えたし、うん、そこでいきなりドーンってステージ上がった時に、おーらーみたいな、こんなにいて、こんなに期待してくれてるんだと思って、日本語だけど、日本語の歌詞の部分とかも歌ってくれてたりとかして、うん、嬉しいね、すげえ嬉しくて、うん、でも、本当に、なんて言うんだろう、熱い、うん、でもまさに熱いんだね、うん。なんか向こうでお酒もすごく飲んだっていう。そうですね、カナダでね、毎晩のようにも。カナダだとなんかうまい酒とかあるの？カナダ、カナダビールですね、カナダビール。あ、まあ、ビールなの。ビールうまい。めちゃめちゃ種類がいっぱいあるんですよ。あ、そう。オレンジビールが、ダークビアっていうのが、うんうん、あるいは黒ビール、黒ビールのすんごい飲んだらもう半端じゃないんですよ、あの濃さが。あ、そう。あのエスプレッソみたいな、苦いっていうか、あのコーヒー飲んでるみたいな。あ、ほんと感じぐらい濃くて、いや、これはちょっとダメだな。でも寝れなかったもんね、その日ね、うん、そうそうそう、それはお前飲みすぎてね、うん、寝れなかった。飲みすぎて逆に寝れなかった。寝れなかったけども、それダークビールのせいじゃない。じゃない。なんかじゃあその中でこう思い出に残ってることとか。飲みながら、飲みながら、飲みながら、こいつがもう、いや、もう大フィーバーしてしまって、最終日に、ね、もう大フィーバーしてしまって、はい、あの何だっけ、ジェームス・ブラント、ジェームス・ブラントがお店でかかってたんですけど、ね、
したらあのステージ、うん、あのバンドとかが演奏できるようになんかステージが ちっちゃいステージがあって、ちょっといきなりこいつがタタタタタタってビール持ってストンってそのステージの上に立って何やんのかなと思ったら、その曲に合わせてエアボーカルやりだして、そしたら他のメンバーとかももうエアドラムとかやりだして、中腰でこう空気椅子みたいになって、ベース弾いてるやつもいるし、もう普通にバンドみたいになっちゃってて、エアバンド大会だね。 そしたらもう他のお客さんがもう大盛り上がりしだしちゃって、そこの現地の人がもう面白がっちゃって、もう抱き合ったりとかあの瞬間もう国境感じなかったですね。そうだね、もう超えたね。超えましたね。いやこれは日本人こいつ頭おかしいなってその人たち植え付けましたね多分、うん、やっぱこう弾けってなんぼだからね。そうですね、そのね、そうやっぱ国境ないんだね。そうですね、うん、だメンバー同士は仲がいい、すごい仲いいですね、うん、なんかもう家族よりいるんで、うん、だから家族以上な感じがしますね。そうね、うん、オフの日とかは一緒に、一緒に行く、一緒に行きますね。あ、本当？意外と。そう、一緒によくね、ジムとか行って、ジムに2人で行って、うん、デブにはならない、デブにはならないって言いながら呪文唱えながら走って鍛えてみたいな喧嘩とかメンバー同士でしたこととかある？まあでも殴り合いとはなんないですけど、うんうん、でも喧嘩って言ってもあのもうちゃんと決まってて、ベースの、うん、あのゴリ君がお母さんみたいなキャラなんで、うん、ガーって喧嘩してると、うん、はい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 みたいな、うん、お前もお前もパパンってやるのはい、すいません、古いな、いいねいいね、うん、それじゃあ一番のじゃあ逆にこう問題児、こっちですね、こっちですね。僕はもう黙ってやいい男ってよく言われますね、うんうん、いろんな問題起こしてる、もうカッターのようにもう切りまくってる切りまくってる。じゃあここでニューシングルの、フラワーの話を、これどういう曲になってるかっていうのをこう、はい、みんなに。最近普段言えてないなって思うことがあって、それがありがとうっていう言葉で、そのありがとうっていう言葉はあのまあ適当に友達同士も ありがとうっていうことはあるけど、本当に気持ちを込めて面と向かってありがとうっていうことは意外と言えてなくて、だからそういうあのもしそのありがとうって言いたかったけど言わなくてで、ね、もう二度と会えなくなる人がいるかもしれないし、その時に後悔するのがやっぱ嫌だし、やっぱ本当に感謝の気持ちだったりとか、本当にありがとうっていう気持ちを真正面でこう面と向かって言ってほしいなと思って、うん、そしたらもっと世の中良くなるんじゃないかなと思って、うんうん、だからそれを伝えたいなってすごい思って作りました。本当にあの素晴らしいこう曲なので、ぜひとも、みんなチェックしてみてください。